にちは、サドチンです。今回ですね、ゴーカート、唯一東京でできる施設なのかな、来ましたということで、5分間1800円、すごい安いです。30分間で4500円ぐらいかな、30分間乗り放題、すごい安いんですよ。ということで乗っていきたいと思います。マッチです。実況はサドチンがお送りしていきたいと思います。はい、こちらですね、シティカートさん。前々から知ってたんですけれどもね、一度はやってみたかった。さあ、第1コーナーを曲がり、まずはですね、ハンドルチェック。本当にですね、少ししか曲がらないんですよ、ハンドル。少しのハンドルなんですけれども、スピードを出していくとこう力んじゃって、なかなかパンパンになるっていう腕が。まずですね、5分間貸し切りコースということで、貸し切りコースではないか、5分間走り放題、安いですよね。1000円台で全部フルレンタルです。はい、そして結構大きいんですよ、本当に。で、昔ね、マッチさん、近藤さんがね、やってたじゃないですか、テレビでやってたんですよ。で、俺もやりてえなーって、もうこれも一種の夢ですよ、やりたかったやつ。それがね、ついに実現したということで、隣にはですね、スケボーの村スポがあります。で、最高時速と最高ラップができるということで、さあ、スタートします。第1ラップ目スタート。もうさ、頭の中はさ、でで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 って流れてるんだよね、あのさ、レーシングのやつ。すごい、こう見た目以上に速いやつ。こう遠巻き、遠くからこうカメラ見てると、あ、そんな出てないじゃんと思うかもしれないんですけど、結構速く感じる。やっぱ低いからね。以前秋葉原で公道を走るなんちゃってマリオカートっていうのをやったんですよ。まあ、あれは問題が起きて、確か動画がもう非公開にしたかな、消したかな、なんかありましたよね、任天堂さんが訴えるかなんかで。さあ、第1ラップゆっくり行って、50秒782、最高速度は28キロでした。さあ、2周目回っていきます。2周目からはだん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 ね、スピード上げていこうっていう気持ちで走っております。で、アドバイスがあったんですよね、この走り終わった後、こう最高速度バーってアクセル踏んで、カーブですね、カーブになったらもうブレーキして、もうアクセルブレーキアクセルブレーキってやった方がいいみたいですね。もうずっとね、ブレーキ踏んでないです、アクセルだけで調節してました。さあ、第2ラップ44秒693、最高速度 32.06km ということで、こういうね、ラップとか、あとは最高速度が出るのがまたいいですよね。さあ、だんだん慣れてきました、3周目。いやー、楽しいんだよなー、本当に。で、今後これね、すぐいろんなね、他の YouTuber にも言って、次回近日試合をしたいと思います。貸し切りもできるんですよね、まあお金がかかりますけど、みんなと貸し切りで勝負していきたいと思います。お楽しみに。さあ、どうでしょうか。はい、42.813秒、時速 33.47km、 よいしょー、そんな感じですね。さあ、他の方が走ってますね、まあ貸し切り状態ではないんで。さあ、走っております。こう走ってる時に、あれ、他の人が走ってきた、抜かしてやるって気持ちだったけど、全然追いつかれちゃう追いつかれちゃう、早い。それに負けじとね、頑張っていたんですけども、さあ、何秒になるのか。これが4周目ですね。さあ、41秒、41秒709ということで、最高速度は 34.36km、 速かったですね。まあ、大体1周
40秒から、まあ、50秒ないぐらいですね。速い人は35秒とかで回るらしいです。走るらしいです。で、僕が走っている前に子供たちが貸し切りで走ってましたね。お父さんかわからないですけども、指導者に習ってました。すごい、ガチ勢も走っているって感じですね。はい、速い人に、道を譲りました。まあ、遅れたということで45秒407 31.56 キロです、最高速度で。これが最終ラップかな。やっぱいかにトップスピードで入るかですね。最終コーナーから第一コーナーに曲がるまで、まあね、楽しいです。これは楽しい、ハマっちゃうかも。安いし走れるということで、カットです。ゴール。45秒253 31.66。というわけでいかがだったでしょうか。やった感想はですね、5分で腕パンパン、慣れないとダメなんでしょうね。ぜひね、またみんなと来てレースしたいと思います。それでご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画楽しんでくれた方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。ベストラップは41秒709でした。これはね、次回ベスト更新したいと思います。35秒ぐらい、ね、出せるそうなんで、あと6秒。めっちゃ楽しかったです。まだまだね、楽しいことあると思うんで、バイバイ。優勝してみたっていう動画でした。はい、こんな感じにね、優勝カップも持たせてもらって、こう1位とこ乗ってなりきり優勝ができるんです。おまけ、さあ、ピンポンナイン、ヒトプレイ50球300円、高得点を狙え。ビンゴとかパーフェクトを出すと得点アップ。さあ、お父さんとお母さんは、高校時代卓球部だったんですよね。だから卓球の血は受け継いでます。しかし卓球部ではなかったです。で、卓球のラケットはサウスポーなんだよね、右じゃないです。野球は右なんだけど、箸とか、卓球とか、あとはテニスも左かな。まあ、ギッチョですね。さあ、27点28 29。これも楽しいです。ビンゴ。さあ、パーフェクトを取るとくじが引けます。お菓子とか当たるんですね。ビンゴ。いやー、楽しかったですね。また行ったらこれ卓球やりたいと思います。すごい楽しいです。それではご視聴ありがとうございました。実況はサトチンでした。89点でした。疲れた。